こんにちは。今回は東京都江東区豊洲にあるチームラボプラネッツ東京 BMM に行きました。状況を動画にしましたので、これからチームラボプラネッツに行く人への一助となれば幸いです。チームラボプラネッツ東京 BMM は東京都江東区豊洲にあるチームラボ株式会社と DMM.com が設立したデジタルテクノロジーを活用したアート施設です。最寄り駅はゆりかもめ東京臨海新交通臨海線の新豊洲駅で徒歩1分です。新豊洲駅です。チームラボプラネッツの目の前にあります。隣が豊洲市場駅です。なお歩いても5分程度です。まあついでに豊洲市場を見学しても良いかもしれません。また車で来る場合はららぽーと豊洲に駐車すれば1時間無料になります。さらにららぽーと豊洲で買い物をすれば駐車料金の無料時間が延長されるし、三井ショッピングパークカードがあればさらに延長されます。ちなみにチームラボプラネッツまで徒歩10分程度、電車だと1駅です。さて到着しました。チームラボプラネッツ平日の14時頃です。人気ですね。特に外国人が多くいます。海外旅行者ですね。敷地内には軽食やお土産屋さんもあります。何か火が燃えているオブジェがあります。で、施設の入り口には行列ができています。入場予約した時間の人しか並ぶことができません。入場券はインターネットで購入します。入場する時間帯を指定する必要があります。入場料は平日大人3800円でした。土日だと4200円のようです。ただ2024年7月22日から料金改定されるようです。そろそろ自分の入場時間となったので列に並びます。さて入場です。スマートフォンに来たメールの QR コードをかざします。中に入るとまず施設内の注意等の説明があります。さらに中に入ってロッカーに荷物と靴と靴下を預けます。ズボンは膝上までまくり上げる必要があります。そうしないと濡れます。スカートは絶対ダメです。下が鏡のエリアが複数あります。服装が準備できない人のために短パンを貸してくれるようです。さて準備ができて進んでいくと、早速水が流れる坂を登ることになります。薄暗い中なんか不思議な感じ。坂の先には白くて細い滝が流れています。次のエリアは高い天井から電飾がついた紐が床まで垂れ下がって迷路のようになっています。下も上も鏡で光のシャワーに包まれているようです。光の色と場所が常に変化するので何か酩酊している感じ。次のエリアは本当に膝近くまで水があります。水に投影された光の映像の中を散策します。鯉がたくさん泳いでいますが、すべて映像です。次のエリアは人間より大きくて柔らかい風船がたくさん設置されています。吊り下がっている風船を頭に乗せてみます。風船の中に挟まれてみます。次のエリアは球場の天井に花びら等が舞う映像を見るエリアです。床に座って花や花びらが舞う映像をボケーっと見ていると、なんと自分も花びらと一緒に空に舞っている錯覚を起こさせてくれます。本当です。空を漂っている感じがしてとても心地よい。いつまでもこのエリアで天井を見つめていたくなります。
次のエリアは金属の岩、卵がたくさん置いてあります。見たことがない風景、芸術です。さて最後のエリアです。草花が天井から吊るされており、床の鏡に花が映って花の中にうずもれているような感覚が楽しめます。入るときは草花をかき分けていきます。花の妖精が住む世界です。というわけでチームラボプラネッツの紹介動画は終わりです。いかがだったでしょうか。正直とても楽しめました。見たことがない美しい光景を見れる機会はあまりないです。ぜひとも体験してみてください。ただし残念なのは人が多いですね。もっと人が少なければエリアの上下全体を見渡すことができてもっと楽しめたかもしれません。まあ運営側も人数調整しているようですが人気がありすぎるんですね。今度は麻布台ヒルズにあるチームラボボーダレスの方も見に行きたいと思いました。